僕、お名前は？薬をもらうために福袋に来たのですか？お父さんとお母さんは？マイコみたい。違うんだ。あの、僕はアコ。実は。おーい、ナナ、ケイ、どうしたんだ？旅人、それにパイモン。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたいなんですが、どうやら迷子のようでして。ちょっと待って。迷子なのは僕じゃなくて、父さんなんだ。お前のお父さんが？いい大人がどうやって迷子になるんだよ。僕の父さん、昔から物忘れがひどいんだ。前はちょっと反応が鈍いだけだったんだけど、最近はますます悪化してて。お母さんは？何日か前、父さんのために薬を取りに行ったきり帰ってきてない。その上、父さんの状態も日に日に悪くなってる。それで前の怪盗祭の時に福袋の店主が警察署に来て、みんなのために親切してくれたのを思い出したんだ。だから父さんをリーユエコーに連れて行って見てもらおうと思ったんだけど、でも洗顔群のおじさんに道を聞いて、いざリーユエコーに入ろうと後ろを振り返ったら、父さんがいなくなってたんだ。父さんを探してもらえるように洗顔群のおじさんにはもうお願いしてある。でもおじさんたちも出せる人手があまりないみたい。だから町の人にも頼めないかなと思って。安心しろ、オイラたち結構人探しが得意なんだぜ。だろ？あと女性も鼻が利く。ワンちゃんよりも。こら、影で私の悪口を言ってるのは誰だ？調整、今のナナの言葉にけなす意味なんてありませんよ。そう食いつかないでください。先ほど福袋の店主を探しているというのが聞こえましたが、どういったご用件でしょうか？喋る蛇を連れてる。あなたが白術おじさん？白術おじさんだって。調整、大事なのはそちらじゃありませんよ。では詳しい話をお聞かせいただけますか？はい、白術先生。なるほど、あなたたち一家は警察層の近くにお住まいなのですね。よく診察しに行きますが、あなたたちとは一度も会ったことがないような気がします。うん、母さんは外の人と会うのがあまり好きじゃないんだ。特に怪盗祭の時期になると父さんのそばにいるようにって、いつも僕を家で留守番させる。そうでしたか。アコ、あなたの母親は氷でしょうか？あ、はい。白先生は母さんのことを知ってるの？はい。ケイ、ナナ、店の仕事はまだ残っていますか？アコの両親は私と旧知の仲なんです。もう少し人手を増やして探したいのですが、手は空いていますか？オイラと旅人も入れてくれ。さっきアコと約束したからな。おや、それは助かります。ではお二人には迷惑をかけますが、よろしくお願いしますね。ナナと一緒に店を片付けてからすぐ手伝いに行きます。家族とても大事。ええ、では一旦福袋は頼みましたよ。旅人さん、パイモンさん、まずはアコと一緒に町の外にいる洗顔群に何か手がかりはないか聞いてみましょう。北の方はもう捜索したというのに、それらしき人物は見当たりませんね。どうしたものか。町からも新たな情報はないし、さらに遠くまで捜索するとなったら
おそらくもっと人員を要請しないと厳しいでしょう。千眼軍のおじさん、父さんの行方について何か分かりましたか？ああ、君か。あれ、白先生も。この子の頼みで私たちも手伝いに来ました。現在何か手がかりはつかめましたか？これは助かりました。ちょうど人手が足りないと悩んでいたところなんです。それで手がかりですが、申し訳ございません、すでにこの一帯は捜索しましたが、それらしき人は見つかっていません。この先の道を見張っている同僚たちも見てないと言っていました。桐原に向かったとは思えません。まさか六花の池に行ったのでしょうか？六花の池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいいのですが。本当ですか？助かります。すみません、お父さんのことを見つけてあげられなくて。ううん、大丈夫。千眼軍のおじさん、ありがとう。返事して、父さん。ご注意を。お客さん、私たち往生堂をごひいきしたいからって、そう焦らなくてもいいのに。大丈夫？おや、父さん。あ、フータを。あれれ、これはこれは誰が来たのかな。旅人にパイモン、それから、めんどくさいやつ。あんた相変わらず毛嫌いされてるね。フフ、どうしゅ、彼を助けていただきありがとうございます。父さん、大丈夫？まだ僕のことわかる？アコだよ。お前はアコ？じゃあ俺は誰なんだ？層の西に住んでる。リーユエ港に来たのは病気を治すため。どう、思い出せた？俺はカリオ。リーユエ港に来たのは病気を治すため。そう、俺はカリオ。病気を治すために。治すって、何の病気を治すんだったか。早くこいつを連れて福袋まで戻ろうぜ。フータをごめんな。今度うまいもんでもおごってやるから。待って、そのまま彼を福袋に連れていくなんてつもりじゃないよね。え、なんか問題でもあるのか？ねえ白術、わからないわけじゃないよね。まさかあなたのお師匠さん、その技術について教えるのを忘れたとか。それとも、気づいてるのにもかかわらず、それを使って何かしようとしてるの？お前ら何の話をしてるんだ？言ってる意味がわからないぞ。カリオから魔人の残滓の気配がします。気配がするってほどのもんじゃない。暴走寸前だよ。もし暴走したら、その結果は想像もつかないほど大変なものになる。なんだって？魔人の残滓。フー同種、そう心配しないでください。体内にある魔人の残滓を抑える方法を私は持っていますから。医者は病を治し、人を救うのを責務としています。目の前に救える命があるのに、それを助けない理由なんて私にはありません。それに、この旧友を助けるのは私の亡き師匠の意志でもあります。あの人に免じて、どうか一日の猶予をください。ここで王子の名を持ち出すなんてね。白術、
一体何を企んでるの？人助けがしたいだけです。もし私に双心があるように思うのでしたら、ふぼくろまでついてきて横から監視してもらっても構いません。あれれ、いつも私を警戒してるはずなのに、今回はやけに寛大だね。いいでしょ、カリオをここに残しても問題は解決しないし。王子、あと旅人に免じて私が付き合ってあげる。旅人を連れてきたのは正解だったみたい。じゃないと面倒なことになってた。では善は急げ、今から不墓に戻るとしましょう。心脈が塞がり、そのせいで気血の巡りが悪くなっています。なるほど、意識がはっきりしていなかったのはこれが原因だったのですね。白先生、父さんの病気まだ治せる？白術はこんなにすごいんだから絶対大丈夫だって、安心しろ。そうだろ白術。アコ、お父さんがこの症状を見せたのはいつからですか？よく覚えてない。ただ僕が物心ついた頃には父さんはもう今みたいになってた。ただその時はまだこんなにひどくなかったけど。もうそんなに経つのですか？いえ、もう方法は思いついています。今晩から治療を始めましょう。明日の朝にまた来てください。その時アコには元気で意識のはっきりした父親をお返ししましょう。ありがとう白先生、本当にありがとう。フードーシュ、もしそれでも心配で近くで見たいのであればご自由にしていただいて構いません。でもこの部屋に残らない方がいい。医者の治療には集中力が必要だ。途中で邪魔されるとまずいからね。はいはい、じゃあ私は近くに待機して花や草でも見てるよ。何かあったらすぐ駆けつけるから。薬術、それに調整、また明日な。皆さんさようなら。薬術、準備はできたか？問題ありません、もう慣れていますから。どうぞ。無事に解決したな。けどやっぱり気になる、白術の言ってた旧友って一体どんな人なんだろう。お前は気にならないのか？白術が治療してる間あたりで聞いてみようぜ。暇人が暇を持て余し草花を見る。多忙な人はどこまでも世話しない。あれ、世話しい二人が私に何の用？あ、まだ言わないで、私に当てさせて。ふんふん、その様子だと何か聞きたいことがあるんだね。イヒヒ、そのちょっと気になるんだけど、白術の師匠って一体どんな人なんだ？あとなんでお前と白術は一目でカリオの体内に魔人の残滓があるって分かったんだ？あれ、前に言ったことなかったっけ？往生堂は最初魔人が死んだ後の怨嗟をどうにかするために設立されたって。まあどれも古臭い話だよ。魔人が暴れた大昔、
生と死の境界を維持するために先人たちが空気を浄化し死骸を焼いたとかなんとかで、今じゃこの魔人のエーサを処理する仕事はなくなった。でも魔人の残滓を見分ける手段はかろうじて今も受け継がれてるってわけ。そういうことだったのか。あれ、じゃあ白術はどうやってその方法を学んだんだ。大方その師匠が教えたんでしょう。ああ、彼の師匠は私のおじいちゃんの弟で私の大叔父なんだけど、当時王城堂の次席だったんだ。へえ、王城堂の人だったのか。おお、でもなんで白術の師匠になったんだ。おじいちゃんから聞いた話だと、若い頃2人で一緒に旅してて、その時沈玉の谷であるクス氏に出会ったんだって。そのクス氏が何の砲術をかけたのかわからないけど、王子はいきなり家業を捨てて医者になるって言い出したらしいの。おじいちゃんは王子とそれはもう大喧嘩したみたい。結局止められなかったんだけどね。それからおじいちゃんは王城堂を継いで、王子は沈玉の谷一帯で人々を治療し、最後まで互いに連絡を取り合わなかったんだって。葬儀屋が医者になるなんて想像できないな。けど最後まで連絡を取らないってほどのことじゃないと思うぞ。普通の医者だったらまだ良かったんだよ。だって王城堂が最初にしてたことだって医者の仕事みたいなものだったし。でもおじいちゃんの話によると、あの時会ったクス氏はその体に尋常じゃない液気をまとってたらしいよ。その沈玉の谷の一族が人を救う方法も生死に背くものだったとか。生死に背く？詳しくは知らないんだ。おじいちゃんも当時大まかにしか知らなかったし、白術のやつはずっと私を警戒してるからね。まあ逆に彼らの身に何かしら秘密があるって証明にもなったけど、それに白術っていわゆる不死に対して強い執着を抱えてるみたいなの。この秘密と関係があるかどうかはわからないけどね。とにもかくにも今はまず様子を見よう。もしかしたら明日になれば何かがわかるかもしれないし。アコなのか。父さん、僕のこと思い出したんだね。ああ、思い出したとも。ごめんな、心配させて。母さんはどうした？なんだか何日も見てないような気がするが。もう冒険者協会に依頼を出して探しに行ってもらってるよ。父さんは安心してしっかり療養してればいいから。白先生もさっき一緒に探すのを手伝うって言ってくれたし。そうか、ならいい。白先生、感謝するよ。いえ、お気になさらずに。恩師の異名、力を尽くすのは当然です。むしろ私の方こそ長年あなたたちのことを見つけてあげられず本当に恥ずかしい限りです。白先生、そんなことを言わないでください。全部氷のやつが、どうしてだったか。病み上がりですから、まだしばらく療養する必要があります。あとは自然の流れに任せましょう。無理をする必要はありません。その間福袋に残って静養してるといい。フードシュ、カリオさんからまだ何か問題は見当たりますか。確かに魔人の残滓の気配は感じない。まさか本当に抑制されてる。でもたった一晩で一体どうやったの。それは門外不出の秘伝となります。
ウードーシュ、まだ心配でしたらいつまでもいてくれて構いませんよ。ただその間の往生堂の損失は保証できませんので、あしからず。安心して、私はそんなわからず屋じゃないから。ああ、もうあの部屋にこもりっぱなしだったから息苦しさでおかしくなりそう。薬術、早く私を連れて外の空気でも吸いに行こう。はいはい、では皆さん、調整と一緒に外を散歩してきますね。無理して人前で強がるからこうなるんでしょ。私が機転を聞かせてなかったらあんたどうするつもりだったのさ。でも私から言わせると、全員に内緒にする必要もないでしょうに。せめて一人ぐらいは信用できる人を探して。そこにいるのは誰ですか。うわあ、どうしてついてきたのですか。ただ室内に居すぎただけです。新鮮な空気を吸えば大丈夫。だから無理するなと言ったのに。うん、旅人パイモン、実のところカリオウの病気は完治していない。薬術が自分の精気をあの人に分けたことで毒素を一時的に抑えたんだ。はあ、薬術、一体どういうことなんだよ。私の一門は長生と契約をしています。歴代の契約者は長生から授かった秘宝で病を治し人を救っているんです。カリオさんの心脈に異変があったのは、おそらく魔人の残滓をもとに作られた毒薬のせいでしょう。しかしその毒はまだ消えていません。私が長生を架け橋に、自分の精気をカリオさんの体内に注入したことで一時的に毒素を沈めているだけです。調整、そんなことができたのか。お前ただ白術の首を飾ってるだけかと思ったぞ。おい、かつて沈玉の谷にいた時は仙人だって私の顔を立てていたんだぞ。逆にこいつが私の飾り物だと言った方がまだ許せる。白術がまだ医学書に触れていない頃から私はその師匠、その師匠の師匠と一緒に人助けをしてきたんだ。うわぁ、全然そうは見えない。はいはい。そうだ、風太がお前らは人助けのためにヤバい方法を使ってるって言ってたんだけど、まさか正規の転移って自分の体を壊すものなのか。平気です。長生が私のために体の調子を整えてくれてますから、まだ命に害はありません。しかし薬術の正規はいずれ尽きるだろう。解毒の方法を早く探して彼を助けないと。旅人パイモン、こいつのことを助けてくれないか。もしあんたたちが助けてくれなきゃ、こいつはまた自分で無理して何とかするつもりだろうからね。薬術、これもいい機会なんじゃないか。全ての人を一生騙し通せるわけもないだろうし、人生は長い、いずれ暴かれる。はあ、一生ですか。旅人さん、パイモンさん、ありがとうございます。ひひ、こんな白術ってめったに見れないよな。お前も昔オイラたちのことをかなり助けてくれただろ。遠慮すんなって。カリオさんが侵されている毒は一朝一夕のものではありません。まずは彼らが住んでいるところへ行って、この毒に関する手がかりがないかを確認するつもりです。
ええ、あなたが来る前にすでにアコから聞きました。彼ら一家は警察層の西に住んでいます。私は店内の雑務を手配しますので、それが終わりましたら一緒に見に行きましょう。毒薬の手がかり以外にも、アコの失踪した母親、長いこと顔を見せていない私の姉弟子にも気を止めませんとね。今まで気づかなかったぞ。よく警察層の近くで診察するのですが、私もここには気がつきませんでした。もしかしたら姉弟子が他の人に気づかれたくなかったのかもしれません。そういえばさっきは急いでたから聞きそびれたけど、失踪した氷ってお前の姉弟子だったのか？ええ、私と姉弟子は当時新玉の谷近くで共に一生から医学を学んでいました。ただ姉弟子は私よりいくつか年上でしたので、早くして一人で旅に出ています。そのため彼女と一緒に過ごした時間はそう長くはありません。彼女が旅をしている間、ある薬取りと家庭を築いたと聞いている。それが家寮ってやつね。あれ、長生のその言い方だと、お前らは前にカリオとアコには会ったことなかったのか？姉弟子は私と師匠を訪ねるためたまに珍玉の谷に戻ってきていました。しかしなぜかは分かりませんが、めったに自分の家のことを話さなかったのです。最後に谷へ戻ってきた時、姉弟子はどうやら師匠と言い争いになったようで、それからというもの彼女からの連絡も途絶え、行方も意図的に隠しているみたいでした。お、言い争い？何があったんだ？さあね、あの時は私ですらその場にいなかったから。師匠はその件について説明しようとしませんでした。ただ私にもしいつか縁があって姉弟子かその家族に会えたら、なるべく手助けするようにと言いつけました。なるほど。だから白術は大きなリスクを冒してまで家寮を助けたんだな。いいえ、たとえ師匠の意思がなくとも人を助けるというのは医者の責務です。同じことをしていたでしょう。やれやれ、白術ってこんなにいいやつだったのか。うごめん、昔はいつも何か企んでるんじゃないかって疑ってたぞ。このたった一言で警戒心を解いたのですか？なら気をつけた方がいいですよ。だっていわゆるいい人なんて自分のために何か企んでいてもおかしくありませんから。またなんか裏のありそうな感じになってきたぞ。雑談はここまでにしましょう。ここが姉弟子の隠れ住んでいた場所ならば、手がかりも残されているはずです。手分けして調べてみて、もし何か発見しましたら一緒に確認しましょう。
人、パイモン、ちょっと来てくれ。これって一体何なんだ？先ほど長生と一緒に部屋で隠し収納を一つ見つけまして、その中にあったものがこちらです。どうやらあんたたちも感じ取れるんだね。そう、これは魔人の残滓で作った毒薬だ。え？こいつ呼吸してないか？オイラの見間違いじゃないよな。ええ、おそらくこれはまだ生きている毒薬でしょう。生の特質を持つ毒です。諸病根源雑記で読んだことがあります。古に奇怪な毒あり、母子に分かれ千里を隔てどもつながりを持つと。もしこの毒が本当にその方法で作られたものでしたら、カリオさんの毒、そして私たちの目の前にあるものも全て毒の子、ただの分身です。分身？本体もあるってことか？ええ、毒を持った人は本体を通して間接的に中毒者の行為あるいは意識に影響を及ぼすことができます。そして中毒者はある程度本体からの呼びかけに応えるようになります。呼びかけに応える？あ、まさか最初にカリオが失踪した方角って。彼を引き寄せたのは多分この毒の本体でしょう。錬成の原材料である魔人の残滓ですね。そんなことってありえるのか？それって一体誰がやったんだ？なんでみんないきなり黙り込むんだよ。この毒が隠し収納に大切に保存されていたってことは、毒を持ったやつは大方この家の主だろう。カリオか？けどなんで自分に毒を盛るんだ？もっとよく考えてみろ。薬に精通していて、それでいてここに長く住んでいるやつがいる。あ、まさか氷だっていうのか？いやいや、氷だって自分の旦那さんに毒を盛る理由なんてないぞ。私も姉弟子がそのようなことをするとは思えません。けど魔人の残滓から毒を作れるやつなんて、リーユエを探し回ったところで結果はたかが知れてるでしょ。憶測を巡らすのは今はまだ時期尚早かと。カリオさんを治した後、彼からさらなる手がかりを聞き出せるか試してみましょう。ええ、諸病根源雑記によれば、毒の親が消えればおのずと毒の子も消えます。本体である魔人の残滓を消せば、カリオさんの身にある毒も薬を使わずに治癒するでしょう。計作層の魔人の残滓についてあなたは何か知りませんか？こんな書物にも記録されていないこと、あの前年100年も生きた年よりしか覚えてないだろうね。あれ、昔仙人たちも長生の顔を立ててたってお前言ってたよな。それなのにここの話を聞いたことないのか？それはその長生の記憶と法力は最盛期だった頃に比べてだいぶ弱まっています。今では人と契約を結んで生気を共有して命を維持しなければなりません。おそらくそんな大昔のことは思い出せないでしょう。契約を結ぶとか生気を共有するとか、どう聞いても妖魔やもののけがしそうなことだぞ。おい、仙人に憑依してもらえるなんて大半の人にとっては願ってもないことなんだからな。私が体の調子を整えてあげれば、延年益寿だけじゃなく体も丈夫になる。何を食べてもお腹を下さないんだ。体が丈夫になる。なるほど、そんなことが。ひひ、白術、お前が引退することになったら長生と何日か契約させてくれないか？残念ですが
この契約を受け継ぐにはその人の気質に適性が必要です。歴代の契約者も皆そうでしたので、ハイモンさんの望み通りにはならないかもしれませんね。気質？おい、まさかオイラのことを遠回しにバカにしてないよな。ムカついたぞ。お前らにダサいあだ名をつけてやる。このヘビかけ白い生。うん、そんなんだから気質が良くないんだって。はいはい、大事な話に戻りましょう。旅人さん、仙人様のどなたからか手がかりを聞く方法はありませんか？仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃないだろ。あの年寄りたち、どいつもこいつも人と一生会いたくないとばかりに。本当か？さすがこういう範囲の広い旅人さん、あなたたちに助けてもらえるなんて本当に幸運ですね。誰のことを言ってるのか大体予想できたから、今回オイラは見てるだけにしておくぞ。我に何の用だ？ニョア！お前には本当毎回驚かされるな。仙人はみんなこういう登場が好きなのか？このお方が。ん？お前は？フボクロの白術と申します。こうして仙人様にお会いできて光栄です。当時怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい、何か無礼な振る舞いをしておりましたら、何卒ご容赦ください。あれ、お前ら前に会ったことがあるのか？面識が一回ほど。妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か？妖魔をもって毒を作るとは嘆かわしいことだ。妄念は常に生死を切り捨てさせて人間をそそのかす。お前の頼みは承知した。警察層の下には確かに魔人の残骸がある。昔この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像を持ってそれを沈め、生き物に害をなさないようにした。そうして後に警察層ができたというわけだ。現在その封印に問題はない。お前たちが探す本体とやらはおそらく地底から漏れた少量の水地の血だろう。だがその気配は目立たず感知しにくい。具体的にどこから漏れているかは引き続き調べる必要がある。必要がなければ我も人間に手を下したくない。しかし妖魔絡みのことであれば取り返しのつかないことになる恐れがある。その時はまた我の名を呼ぶといい。あ、何でもない。元よりお前たち人間の選択に干渉する気はない。だが調整不死、それはお前たちが考えているほどいいものではない。仙人様からの教え、肝に銘じておきます。またいずれ。変な仙人だったな。私の記憶にある仙人と少し違う。なんたってショーだからな。あいつのおかげでやっと目星がついたぜ。魔人の残滓は地底から漏れている。姉弟子がもし薬を取っているなら、近くに地下へ通じている洞窟が一つあるはずです。それさえ見つかれば。先生、先生、
大変です。ケイ、ふぼくろにいたのになんでここに？何事です？焦らず話す前にまず一息ついてください。大変です。カリオさんの容態が急変しました。何？そんなに早く？いつもなら少なくともあと3日は余裕があるはず。どうやら一番まずい予想が当たってしまったようです。皆さんすぐにふぼくろへ戻りましょう。心配しないで、白先生は戻ってくる。どのような状態ですか？白先生、さっきまで元気だったのに急に咳をして血を吐いたんだ。そしたらまたまともに話せなくなって。ケイが外に出た時はまだ意識があった。今は。ケイ、治療のためにカリオさんを奥の部屋に運んでください。わかりました。アコ、安心してください。あなたのお父さんは治しますから。父さん、気分はどう？どこか具合の悪いところはない？また突然倒れたりしないよね？ああ、だいぶ良くなったよ。その、よくわからないが、なぜだか体が前よりも軽くなった気がする。お？そういえば、白先生はどこに？先生にまだお礼を言えてない。目が覚めたら俺はもうここにいたが。先生は少し休みたいとおっしゃって、私にカリオさんを抱えて奥の部屋から出るように言いました。それから先生は一度も出てきていません。そうか、そうだよな。白先生は俺のために2日も夜通し尽くしてくれたんだから。この恩にどう報いればいいのか、氷が見つかったらよく話し合おう。そういえば氷に関して何か情報はあったか？冒険者協会からはまだ返事がないんだ。後で確認しに行ってみるよ。それじゃあ俺も。まだ容態が安定していないので、カリオさんはふぼくろで休んでいるようにと先生はおっしゃっていました。アコには私が同行しましょう。そうするしかないか。本当に迷惑をかけてしまうな。ではお言葉に甘えよう。白先生の休憩が終わったら直接お礼を言わないと。旅人、白術がずっと姿を見せてないのってもしかして。目が覚めたか？たとえ私が調息してあげられても、あのやり方はあまりに無茶すぎる。時間がないのですから仕方ありません。それに収穫がなかったわけでもありませんよ。姉弟子の構想は実に巧妙で、勉強になる点がいくつもあります。本当に残念ですね。白術のやつ、いつまで寝てるんだろう。あんたが寝ている間、あいつらはずっと外で待ってたんだ。外に出て声をかけてやったらどう？ええ、そうですね。
かしてあいつこのまま。そこでブツブツ言ってるのはどこのどいつだい？あ、白術調整。ええ、問題ありません。ただ精気を多く消費してしまったため、調整に体の状態を整えてもらうのに少し時間が必要だったのです。カリオのやつ、昨日は元気にしてたよな。なんでまた急にあの方法で治療しなきゃいけなくなったんだ？私の最初の診断が間違っていました。カリオさんの患っている病は一つだけではありません。そのため精気を消費する速度も私の予想を上回っていたのです。なんだって？魔人の残滓で作られた毒以外にも病気にかかってたのか？というより彼の侵されていた毒は最初からその身にある病を抑えるためのものでした。カリオさんは生まれつき珍しい心臓の病を患っていたんです。心脈をどうにか保護しなければ出血により意識を失う恐れや、ひどければ肺腑を損傷してしまう可能性もあったようです。彼にとって魔人の残滓は毒ではなく薬だったのでしょう。もしその薬がなければ彼は何年も前に死んでただろうね。ですが毒を持って毒を制すのもその場しのぎの解決策に過ぎません。時間が経てば毒物は彼の心脈へと溜まっていき、彼の意識に害を及ぼすことになります。それに長期的に毒を用いればカリオさんの体内に抵抗力が生まれ、薬の効果も薄れていきます。彼を延命させるために姉弟子は薬を作り続けなければなりません。それじゃあ最初にアコが言ってたカリオの容態が悪化して氷が薬を取りに行ったっていうのはそういうことだったのか？魔人の残滓は極めて悪質で一般人が耐えられるものではありません。ただの人間の体でそう頻繁に触れれば、おそらくあの仙人様が言っていたようにカリオさんの命を救うため、姉弟子は自分の安否も何もかも全て捨てていたのかもしれません。まさか氷までも同じ道を歩んでしまうとは。これが宿命なんだろうか。人を救うために自分を傷つけることも辞さない。人の力では起こせない奇跡のためにいかなる代償を払ってでも人間離れした力を追い求める。現時点で宿命という言葉を用いるのはいささか早すぎるのではありませんか？カリオさんの容態はなんとか安定しました。当面の急務は警察層に戻って姉弟子を探すことです。魔人の残滓と何度も接触したことで姉弟子自身の体にも大きな害を及ぼしていると思われます。それに数日前から行方不明になっているということはすでに最悪の事態が起こっている可能性もあります。俺だ、白先生、旅人。カリオ、お前もしかして全部聞いてたのか？白先生、俺も連れて行ってくれ。白先生は俺たち一家のためにあまりに多くのことをしてくれた。先生が氷のために危険を冒す姿をもうこれ以上黙って見てられない。それに氷は俺のせいで危ない目に遭ってるんだ。俺に彼女を救う力がないのは分かっちゃいるが、せめて道案内くらいはさせてくれ。思い出せるはずだ、氷がいつもどこに薬を取りに行っていたのか、いつもどこで俺に別れを告げるのか。思い出せ。くそ。ちょっとちょっと、気血のバランスが崩れればあんたの心脈が傷つく。今はここに残ってた方がいい。ダメだ、急いで行かないと。俺がこれらのことを
また忘れてしまう前に。この旅には様々な危険がつきまといます。七に赴く覚悟はありますか？俺は何年も前に死ぬはずの人間だった。今さら何が怖いという。俺はただ氷を見つける前にもう一度彼女のことを忘れてしまうのが怖いんだ。それなら私についてきてください。白先生、またお出かけ？ええ、少し遠出をしてきます。ナナ、いつものあの薬を用意してくれませんか？霧うつろの花粉を加えてから薬棚の3段目と5段目にあるものを入れてください。聞くといいのですが。白先生、それって？さあ行きなさい。また火傷しないようにちゃんと注意してくださいね。わかった。この感じ、あの日道を見失った時と同じ感覚だ。体の中にある何かが俺をどこかに連れて行こうとしている。本体の影響が次第に強くなっています。距離が近くなったからか、それとも漏出がより悪化しているからか。カリオさん、具体的な方向は分かりますか？おそらくこっちだ。ああ、この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。この場所に漂う不吉な気配、私にも感じられます。ここには少し覚えがある。探してくるから、お前はここで少し休んでていいぞ。ダメだ、氷がまだ俺を待ってる。早く出発しよう。うわぁ、なんだか不気味だぞ。この先に何があるんだ？ここの採掘跡は荒くてかなり古い盗賊が掘った洞窟のようだ。盗賊が掘った洞窟？そういえば確かこの辺りにはお宝に関する伝説があったよな。もしかして宝刀団の奴らが掘ったものか？周りに散らばっている道具を見たところ、その可能性はありますね。でもなぜ彼らは道具も片付けず、このように荒れるほど放置したのでしょうか？思い出した、氷は俺をここに連れてきたことがある。洞窟の中で俺を救う方法を見つけたと。だがその方法を使って俺は、なんで思い出せないんだ。くそ。無理しないでください。まずは先に進みましょう。
見切りました。剣の盤石全部丸見えね。行くよ。はっ、裁きの雷槌。ようやくは口に入れ、薬も毒になり得ます。ここには航路もあるのか。砲塔団のやつらも息抜きの仕方をよく分かってるみたいだな。航路の中で焚いていたのは魔物を追い払うためのお香のようです。魔物を追い払う？でもついさっきオイラたちは魔物の群れに遭遇しただろう。お香は何日も前に燃え尽きています。私たちが出会った魔物はおそらくより深いところにいる何かに引き寄せられてきたのでしょう。この洞窟を掘った砲塔団も奥であれに遭遇したから慌ててこの洞窟を捨てて逃げたんだと思います。その後姉弟子はこの場所を見つけ、あれをカリオさんの命を救う頼みの綱とした。そうだ、この航路、この航路は氷のだ。間違いない、ここで合ってる。ここで氷に頼んで俺は飲むことに。カリオ大丈夫だ、引き続き先に進もう。感じるんだ、氷はこの下で俺を待ってる。この先だ。あ、先に進めるようになったぞ。どうやらこの装置から放出されるエネルギーは障壁を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。これは利用できるかもしれません。逃げ道はあります。手をつなぎましょう。それ治療しないとな。裁きの雷槌。難攻不落。やっ、頑張るよ。薬も毒になり得ます。
魔人の残滓に引き寄せられたようです。後ろはあなたに任せます。ようやくは口に入れます。逃げ道はありません。難攻不落。頑張るよ。よっ。白先生、どうだ、氷の様子は。まだ脈はありますが、決して楽観できる状態とは言えませんね。あなたの体にある毒素と同じで、ここに根を張っている魔人の残滓がすでに彼女の意識を侵食しています。早く取り除かないと、たとえ一命を取り留めることができても再び目を覚ますのは難しいでしょう。それじゃあさっさと魔人の残滓を取り除こうぜ。そんな単純な話じゃない。薬術が前に言ってたことはまだ覚えてるか。カリョウの体にある毒はここの魔人の残滓と関係してる。魔人の残滓を取り除けば彼の体にある毒も効かなくなるだろう。カリョウの体にある毒って心臓の病気を抑えるためのものなんだよな。それが効かなくなったら、え、まさか。そう、ここの魔人の残滓を取り除いたらあなたの命も尽きてしまいます。やっぱりそうなるのか。ちょっと待ってって、オイラたちがここまで苦労してきたのはカリョウの病気を治すためだろ。そんな薬術、お前って物知りだし、きっと他にも方法があるんじゃないか。そうだよな。この毒を飲み続けることでもう少し時間を稼ぐのも一つの方法です。姉弟子の方は他に手がないか考えましょう。氷のこの様子だと、おそらく気絶するまでずっとあんたのために薬を作ってたんだろう。もしかしたら彼女もそれを望んでるかもしれない。白先生、正直に言ってくれ、氷はあとどれくらい持つんだ。魔人の残滓はすでに配布に侵入しています。通常なら長くても3日くらいでしょう。ですが、もし私が秘宝を使って治療すれば。でもそれに何の意味がある。白先生、ここに来る前に俺は魔人の残滓の危険性について人から聞いた。こんなもので命をつないでいる限り、氷は危険を顧みず俺のために薬を作り続ける。それにもしいつか魔人の残滓が暴走したら、周りに影響を及ぼし氷とアコまで傷つけてしまうかもしれない。どうせ俺は十数年も前に死ぬはずの人間だったんだ。今日まで生きることができたのも、アコが大きくなるのを見届けることができたのも、まさに元王帝君のご加護のおかげさ。もし引き換えに氷の命が助かるなら、俺はカリオ。やはり去るべき時にこの世を去らなければ、人はどんどん欲が出てきてしまうものなんだな。白先生、旅人、もう少し時間をくれないか。氷をもう少し見ていたいんだ。一目だけでいいから。わかりました。ありがとう。すまない、みんなの恩には来世で報いることになりそうだ。カリオ、薬術、調整、本当にお前らでもどうしようもないのか。一般的な手段はもうすでに姉弟子がここ数年で全て試しているでしょう。他の方法は私にもあまり自信がありません。生老病死、そもそもそれは人間にとって逃れられない宿命だ。もし命を簡単に救う方法があれば、
コーリも人でないものに助けを求める必要なんてなかっただろう。そんな、コーリが苦労してカリオを救ったのに、今度はカリオがコーリを救うために自分を犠牲にするなんて。やっぱり生理死別にはなれませんね。何度見届けたとしても、人間にはいずれ別れが訪れる。価値のある死を選んだのなら、それはいい結末なんじゃないか。少なくともあんたの師匠たちもそう思ってた。師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。しかし価値のある死を選んだ人たちは、往々にして行くべきではなかった命です。あの時俺たちは約束したよな。アコが大きくなって薬を取るのを手伝えるようになったら、俺をあの世に旅立たせるって。ほら今あの子は俺をリーウェコーの医者のところまで連れて行けるほど大きく育った。お前を探すために依頼も出してくれたんだ。たとえ俺がいなくなっても、お前たち二人は元気にやっていけるよな。もう十分だ。どうかあの世へ送ってくれ。ええ。あなたの意識も記憶も侵食されていく。最後には死んでいるのと変わらなくなる。使ってくれ。そうすれば少なくとも俺はお前たちを守り、アコが大きくなるのを見届けることができる。心配しないで。母さんは今から薬を取りに行ってくる。私たち家族は誰一人として欠けさせないから、はあ、こんな時になんでこんなことを思い出すんだろうな。人っていうのは長く生きれば生きるほど欲張りになってしまうみたいだ。もう一度お前の声が聞きたいな。よう、カリオ、カリオ、カリオ、父さん目が覚めた？コーリ、アコ、俺はもう、これは生き返った気分はどうだ？もし気分が悪かったり違和感があったりしましたら、詳しく話してください。白先生、俺は確かに確かにあなたは一度死にました。今のあなたは人間というよりキョンシーに近い存在です。キョンシー？そう、出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいたのです。あなたの体を生と死の狭間で維持させるためにね。ただ本物の戦火の術にはまだまだ及びません。あなたの寿命を少し伸ばせる程度でしょう。それが具体的に何日何ヶ月何年なのかは、これを機に
私も少し観察してみたいと思います。でもそれがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて安心して旅立つには十分だと思います。フー同士はこれに納得していただけるでしょうか。不死の薬って、あなた一体裏でどんだけ研究したの？こんなものまで作れるなんて。名ばかりの未完成品にすぎません。もしカリオさんの意志が強くなければ薬もあまり効かなかったはずです。私はあくまで一介の医者。精子の循環や陰陽平衡といった道理を私は理解していません。私が知っているのは、目の前に救われるべき命が存在する以上、それを救わない理由はないということだけです。それに私たちが出発する前にカリオさんに道案内をするよう頼んだのは他でもなく、フー同士本人ではありませんか。うっ、やっぱりバレてたんだ。フー同士がわざわざ手配してくれていなければ、そう簡単に姉弟子は見つけられなかったでしょう。道理で不死の薬の話をあの時してなかったわけだ。あんな状況だっていうのに、それでも私を警戒してたなんて。フー同士に勝手なことを言わないよう口止めされてたんだが、やはり白先生には隠し通せなかったか。私の鼻を舐めるなよ。私はただ行方不明になった家族のことをずっと気にかけてるカリオを見て、その心残りを晴らし、早く旅立てるよう手助けしてあげたかったんだよね。もし未練があって旅立てなかったら、手を差し伸べて彼岸へと送ってあげる必要があるからさ。けどまさかその商売を不袋に邪魔されるなんてね。まあいいや、この注文は延期になったってことで。はあ、ナナちゃんだけでも頭を悩ませてたのに、もう一人増えるとは。こんなことになるなら最初から彼を王女堂に連れて行ってればよかった。僕白先生や母さんよりもすごいクス師になって、父さんの病気を治してみせるよ。だからお姉さん、もう父さんのことはほっといて。おやおや、王城堂の商売を邪魔しようとする人は大勢いるんだよ。雲来の海が2つあっても入りきらないほどにね。だからあなたもぜひ頑張ってみてちょうだい。旅人パイマン、そんじゃまた今度ね。ふう、やっといなくなった。これで一段落ついたな。せっかく再会できたんだし、何かした方がいいんじゃないか。こんな時は美味しい料理を作ってお祝いしなくちゃな。前にコーリとアコの二人と卓を囲んで話したのは、まるで前世でのことのようだ。おお、それは楽しみだぜ。それじゃあまずは市場に行って一番新鮮な食材を選ぶぞ。出発出発。お姉さん、僕も手伝うよ。白術、今回は本当にありがとう。コーリさん、とんでもありません。私はただ自分のすべきことをしたまでです。すべきことか。白術、調整、もしよかったら外で昔話でもしない？
谷で別れてからいつの間にかもうこんなに経ってたんだ。長生は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね、あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょ。それと白術、あなたがこんな風になってることもね。あなたの不死の薬を見たけど、私の作った毒と薬理が少し似てたわ。毒素を持って生前の状態を維持する、妙妙たる発想と言わざるを得ません。まさか氷さんは私が勝手に真似したことを責めるつもりじゃありませんよね。そんなことないわ。あなたの素質ならたとえ前例がなくとも自力でそのうち作れてたでしょう。けどあなたが家寮に会ってからたった数日しか経っていない。なのにあの毒をここまで深く研究するなんて。しかも元の処方に改良まで加えてある。これは素質だけで説明できるものじゃない。白術、本当のことを教えて。あなた自分で毒を試したの？だから長く隠し通せないって言っただろ。長生との契約で転移できるのは正規だけではないのね。やはり氷さんには見抜かれてしまいましたか。その通りです。長生の秘宝は正規だけでなく毒素や病も転移させることができます。2回目の治療で家寮さんから自分に一部の毒素を転移させました。これは彼の負担を軽くするためでもありますし、その毒性を深く研究するためでもあります。もちろん残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、氷さんが心配する必要はありません。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り除けていなかったら、あなたの体も私にそれをとやかく言う資格はないか。当時私が指紋を離れて姿を消したのは、家寮を治療するために余命わずかな師匠の寿命をこれ以上削らせたくなかったからなの。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と引き換えに家寮を救う道を選んで危険を冒して毒を作るなんてね。しかもあなたは自分で毒を試すときた。どいつもこいつも師匠たちと同じ道を歩んでるってわけね。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で、生死に逆らう奇跡に執着する。それはもう抜け出せないくらいに。宿命という言葉は医者の口から出るべきものではありませんよ。白術、私にはお見通しよ。ここ数年であなたは契約を使って自分の体にたくさんの病と毒を転移させてきたでしょ。その中の多くは私でもよくわからないものだわ。あなたまだ引き返せるわけ？氷さん、あなたはわかっているはずです。私たち一脈は皆こういう性格なのだと。時間だよ。お姉さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味がわかるって。母さんも食べてみてよ。ええ、わかった。今行くから。ちょっと、あまり早く走らないの。白術、あなたを説得できないのはわかってる。けど、忘れないで。もしあなたがいなくなったら、ナナもケイも、あなたの親しい友人たちはみんなあなたのために悲しむのよ。そう心配しないでください。
私にもそれくらい分かっていますから。ふぅ、だといいけど。白術、さっき氷があなたがいなくなったらって言ってたけど、あれってどういう意味なんだ？彼らの師匠を含めて私の歴代の契約者はみんな短命で一生を終えている。そんな調整、お前って人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これはとてもとても長い話になります。かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。沈黙の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは聖器を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の師が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は調整と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻りゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、
私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の契約者は誰もが湿潤な気質を持ってた。しかしこの秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆らう奇跡に惹かれやすい。自分に待ち受ける運命を彼らは誰よりも分かっている。それなのに数多の人々の悲鳴、それから血縁者や親友の生老病死を前にした時、彼らは人間離れした力を行使してしまいます。まるで飛んで火に入ろうとする蛾のように、一切皆苦の長い夜に生死を超越する希望を追い求めてしまうのです。それじゃあ白術、お前も私はそうですね、光を追い求めつつも火傷はしたくないガとでも言いましょうか。長生の秘宝はあくまで病を転移させるだけ、世の苦しみを減らすことはできません。まさにカリオさんがコウリさんの危篤状態に慌て、コウリさんがカリオさんの犠牲を悲しんでいたのと同じようにです。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが私は彼らと同じになるつもりはありませんし、この契約を後代に受け継ぐことも望んでいません。え、でもお前は自分に病気をたくさん転移させてきたんだろう。毒とは何でしょうか、病とは何でしょう。そもそもどれも体に影響を与える一種の仕組みではありませんか。平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の薬も一種の毒ではないでしょうか。百毒と百病を全て研究し尽くし、不死の境地に至る。一般人から見ればそれは自然の摂理に背くことかもしれません。ただ私にとってこれは先人たちが百草をなめ百病を克服したのとあまり変わりがないように思います。私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生が契約を失って亡くなることも望みません。なら答えは一つしか残っていないのではありませんか。その通り、私は最後の契約者になり、この契約の継承をここで終わらせるつもりです。真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い自分を救って、天津さえこの私までも救おうとするとは本当に欲張りだ欲がないものは果たして人間なんでしょうか。ろうそくの火を恐れながらも光に憧れる、こんな利己主義の側、月へ飛んでいくしかありませんね。ああ、お前ってやつはなんて言ったらいいのか。白先生、お姉さん、みんな何の話をしてるの。ご飯の時間だよ。それと長生にパイモンもココナッツミルク飲みに来ていい。まあいいか、食事の方が大事だしな。他のことはお腹がいっぱいになってから考えようぜ。ふう、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たすだけで満足できるんだから私たち人間が人生に執着してしまうのは、まさにそのような些細な幸せがあるからではありませんか。